っち見るんじゃねえ。お前何者だ。その顔覚えたからな。お助けを。厄介事か。し、人に見られてはなりません。糸と申します。森に囚われてるんです。他の人も私の兄も里に返してくれません。どういうことだ、その森とは。周りを見て、全て善信という僧の信者、皆善信に乗せられて猛虎に仕えています。僧が猛虎に寝返っただと。ここは変です。皆が傀儡のようで、私は従ってるように見せてますが。ここから出してやろう、お主も他の者も。よかった。ですが、森を殺さないでください。善信の言葉にただ操られてるだけなんです。いいだろう。では信者だと偽り、寺の内から他の者を探してみよう。教えは奉公に宿るという言葉がお役に立つかも。間もなく善信が森に降釈するはず。この道を行けば人に見られず聞けるかと。さあ立ってください、今のうちに。大高族に仕える僧か。直ちに明らかにせねば。さっさと行け。うわ、うん、もうこのものだ。この寺を足場にして南を攻めるつもりだろう。どの森も満足そうな顔をしておるが、本心なのか。あやつが前進。まず大高様はわしに夢を見せた。侍の襲来によって苦しめられるために、腹を空かせ血を吐いながら救いを求めるために。夢だと。大高の毒を飲んだのだろうか。しかし新たな道もお示しくださった。大高族に仕えれば抱えきれぬほどの福を得られるのだと。今宵ご一族が恐怖を安らぎに変えてくださる。さあ禅を備えよ。大高族は今宵来る。その前に皆を救い出さねば。信者を装い寺に入り、捕虜の居所を突き止めよう。やあ、腹からよ、当山の坊。そこもと、何か手助けすることはあるか。頼むよ、ここにある食い物を
カゴの中に詰めてもらえないかね。前進様の語る幻影は日を追うごとにむごくなってる。大高族が来たらどうなっちまうんだろう。前進様を信じな。教えは方向に宿るってんなら励むしかない。庭が悪かったな、うん、美男はそういうもんさ。妹は前進様に殺されないだろうか。どうしてそう思うんだ。前進様は恐怖に歪んだ顔で誰かいるかのように一人話してんだ。どこか悪いのかも。大鷹の幻。いやあ、腹からよ。当山の番頭だ。侍から身内を救ってもらって以来、前進様にお仕えしてる。なぜこの寺に参られた。糸という娘から前進様のお言葉を聞いたのだ。よろしければ捕虜の番をしよう。あの者らは捕虜にあらず、苦しみにより心を失ったまでだ。本来は教えの意を悟るまでとどめるが、そなたには不要とお見受けする。そしてじきに息の皆も悟るだろう。大高様は我らの人力をお認めくださった。今宵ここに入りきらぬほどの褒美を携えて寺に入れますそうだ。ここを足場にしてお言葉を広められよう。息の端から息の外へも。まさに夢のようだ。さて今は急ぎ仕上げに取り掛からねば。さあこちらへ。手を借りたい森の者がおれば助けてやりなさい。ありがたい。よく励もう。前進様のお食事です。お運びいたしましょうか。置いておけ。今宵の支度をしていらっしゃる。あんた見ない顔だね。森は私が決めるんだけど。夜でない。そうか、奉公をと思ったのだが。中の奴らに飯を持ってきたよ。入ることはできんか。出ることも。この小屋怪しいな。扉が開いたら逃げるよ。バンがいるぞ。バカを言うんじゃない。ここから出たければ教えに従うしかないんだ。ここか。今逃がせば血が流れる。人目がなくなる時まで待つか。話すことはできません。苦しみに打ち勝たなくては。いたわしい。あんた見ない顔だね。森は私が決めるんだけど。寺の番に手を貸すよう頼まれた。前進様の教えを学びたい。さらば私らの腹からだね。前進様の教えに従えば安らぎを得られるよ。そうであろう。なれども他の腹からはどうだ。教えを説くためよその者を誘ったとか。そうさ、苦しみから救ってやるんだ。その者らはどこだ。森が近づけないところさ。そこでは百姓の女子も戦に慣れた男も皆教えに従うようになる。ではよく働け、腹からよ。
十分に探った。逃がすべき時を見定めよう。おい、新参だな。こっちに寄ってけ。腹からよ。しばし休んでもよいか。来い来い。だが酒を飲みたいってんなら、どっかから持ってきな。どうしてみんな寺に来ないのかね。大鷹が来てくれれば、誰一人飯の苦労をしなくて済むってのに。酒の苦労も。使えてりゃ、ただで食える。寝静まった。動くなら今だ。来たぞ。教えに従うか。私を試してんだろう。いや、
思いたがうな。ここに囚われておる者を救いたいのだ。糸という女子はどこだ。さあ、見たことない、うん、他の小屋であろうな。来た、大高家族が来たよ。はい、アルボー、頼む、命だけは。どうしよう、どうしよう。どうしよう、どうしよう。次の番は猛虎か。俺が番を倒しておこう。その後逃げよう。寺の外に向かわせる。さあ逃げよう。共に里へ帰れ。他の人は欺かれてただけで殺される道理はありません。猛虎は始末しよう。全身と語らねば。二度と会ってはならんことだ。命までは取らないで。良い方だったんです。大高族が息に来るまでは。動くな。逃げろ。ここにおれば見つかる。いけません。妹を見つけなくては。糸か。ええ、知ってるんですか。すでに助けた。行け、お主を待っておるぞ。ああ、ありがとうございます。ご武運を。加減はせんぞ。あとは全身、寺の中だろう。
ぎを発信した。やつだ。許せない、これほど尽くしたのだ。うわ、殺さないでくれ。見誤るな、大鷹はここにはおらん。だが大鷹の毒は俺も食らった。一度は潰れかけたが、己に相対することで打ち勝ったのだ。何が見える？叫ぶわらべ、侍に村を焼かれ、空手のわしに食い物を買う。なだめようとするか、泣き止まず、もう耐えきれぬのだ。耐え抜くのだ、今宵だけは。大鷹の声か、弱くなった。わしはこれまで罪なき者らに何を語った、何をしてかした。苦鬱であった。信者に全て打ち明けよ。大鷹族は恐怖で我らを操り、下人にすべく企んだと。急に服するため勤めよう。その後寺を離れる。大鷹の声が消えるまでは。いつか安らげるとよいな。痛み入る。いかような過去があるか存ぜぬが、そなたは勝てよ。風がいつもより強く吹いてる。